かんずり唐辛子味噌各種。手前より、ピリッコ、深夜事故、南蛮味噌、かんずりかんずりは、新潟県明光市に所在する食品製造販売会社有限会社かんずり同社が1966年に登録した、商標、製造、販売している、発酵更新料の製品名である。観作座とサムクリザとの用事もあり、元来は、 上越地方に伝わる郷土食品だったが、現在は、妙高市の有限会社缶釣りの製品が一般に知られ、缶釣りは同社の登録商標となっている。唐辛子から作る同様の調味料に関しては、唐辛子味噌を参照のこと。缶釣りは1960年に創業し、1966年に法人化した。缶釣りに使われる唐辛子は、地元、 新井の契約農家による数種類が使用される。唐辛子の収穫後に洗浄、塩漬けする。秋に塩漬けされた唐辛子を雪上に巻いて3.4日、晒し、塩抜き、悪抜きを行う。同時に尖った辛みが抜け、甘みが増す。時期はおよそ大寒の頃。回収後に井戸水で洗浄し、元仕込みの工程に入る。雪にさらした唐辛子、 こうゆず、米麹塩を混ぜ合わせ熟成、発酵期間に入る。2年目から6から7月頃に、手返しと呼ばれる、かき混ぜ作業を行う。気温が上昇する8月前手返しを行うことにより、発酵を促し均一な品質になる。3年目は同じく1年に1回の手返しと、発酵速度を均一にさせるために、樽の置き場所を幾度か変える。 11から12月頃に仕込み終わった缶釣りをたるごと屋外に出し最終の缶ざらし工程に入る。この時期は雪が積もり気温が0度以下になるため天然の冷蔵庫にさらされることにより一層味が引き締まる。缶ざらしが終わると瓶詰めの後出荷される。ありがとうございます。